吉田さんお疲れ様です。なんかね、目標設定してなんで挫折するかっていうと、他者との接触らしいんですよね。まあ、そういうことを考えてる人がいて、これヘンリー・フォードっていう人がいるんですけども、他者と接触してその人が羨ましいとかね、その人が面白いとか言って、その人の関わりを持って、その人に時間を費やすから自分の進むべき道は進まないらしいんですよ。で、努力ってのは効果を表すまでには時間がかかって、多くの人はそれまでに飽きてしまうんですよね。で、迷ってしまうと、挫折するんですよ。で、なんで飽きるかっていうと、他の人が介在するから、他の人がもっとね、いい人生を送っているように見えたりとか、他の人の話が面白かったりとかして、それに気を取られちゃうんですよね。で、あと迷うんですよ。で、他の人は迷わずに何かを掴んだっていうふうに思っちゃうんですよ。で、迷っている人って何も結果は出してないんで、そもそも何かに目標に向かっている人の目の前に現れないらしいんですよ。で、あとなんで挫折するかっていうと、こんなことをしているよりももっと面白いことがあるって気づいちゃうからなんですよね。でも、それは結局まやかしで、何も目指さずに日々楽しく生きている人と合流しちゃうからね、挫折があるらしいんですよ。まあ、ということでね、目指す道を進もうと思ったら、とにかく孤独になること、たった一人でなければ自分のことを鍛えることはできないし、自分を理解することができないということらしいんですよね。他者がいていいことはほとんどないので、まあ、他者からどんどん離れていかないといけないということなのかなと思いました。ヘンリー・フォードさんでございます。いってらっしゃい。